あれ、なんか声が響いて聞こえるよ。カツカツも響いて聞こえるよ。どこだここは。どこですか、なでこさん。あれあれ、なんだこれ、ずっとエコーかかってない。すいません、あ、なんかなでこさん足でスタンプしてる。トン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 、なめこ2トン、トン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 、なめこ2トン。めっちゃ重たそう。なんだ、え、皆さんこんばんは。夜も遅くにご視聴いただきありがとうございます。そうなんですよ、大晦日にちょっと放送やっちゃおうということで急遽生放送でお送りしております。生放送じゃない、生放送ではありません。さすがにね、さすがに12月31日の夜中にちょっとあまり働くのもね、昨今の風潮的によろしくないということで、ただこの声の響きは一体なんだ。あ、なでこさんカツカツポイントを見つけなかった。しまった、いや油断した。ねえ、いつも通りこの5分のカツカツタイムもお届けしつつ、ちょっとこの声どうにかなんないのかな、ならんか。皆さんどこにいると思います、我々。ちょっとチャットの練習用にちょっと書き込んでみてください、どこにいると思うか。今回生放送じゃないんで、ちょっとチャット欄の反応をね読み上げることができないんですけれども、はい、そうですそうです、ね、今心の中でチャット欄を読んでます、私は。お、正解の人もいる、正解の人もいる。なめこさんも今ね、いつもと違う感じでカツカツとカシャカシャを楽しんでますね。カシャカツカシャカツ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 、やめろやめろ、新しい、やめろ、もうはしゃいでおります、なめこさんが、ね、いつもと違う、いつもと違うのはもうわかりますね。ねえ、いやーでもいいですよね、僕大好きなんですよ。3日に1回ぐらい行きます、回数券持ってるもんだって。これ大ヒント、回数券。あと最近ね、いろいろちょっとドラマになったりとか、ドラマというか漫画になったりもしてて流行ってますよね。なめこさんは行ったりするの、ここは。あ、行くんだ。そうなんだ、入ったりするの。そうですかそうですか。いや、なめこさんも大好きだね。おそらく皆さんも、まあ、日本人なら7割ぐらいの人が好きなのではという、あの場所に本日は来ております。番組開始まであと1分40秒お待ちください。でその間に音量調節をしつつ、あれか、年末の番組のボリュームを下げつつですね、お待ちいただければと思います。そろそろ鳥が始まる時間なんじゃないですかね、多分ね。そうですね、多分ね、そうですよね。分からずに今喋っております。今年の鳥は誰なんだってぐらい分かってないです。赤か白かそれともみたいな、はい、裏番組、我々の裏番組ではね、そういう番組やっておりますが、今だけは皆さん我々にちょっと耳目を傾けていただき、あと1分。緊張してきた、緊張する。カツカツ入っちゃう、キャット量。あと40秒です。クリスの方も同じタイムになってる。今はちょうど30だよね。さあ、あ、なめこさんが何か書いている。はいはい、字が綺麗。あと20秒。あ、ありがとうございます。さあ、あと10秒、カウントダウンお願いします。5、4、3、2、1。
なめこ&ダンボールなめこのボールなめこ日本花金大晦日ゆくうふくるうふスペシャル。うふうふう、皆さん今年も一年お疲れ様でした。お相手いつもふんふみんなのヒーローなめこさんと、やっほー。頭はダンボール、体は35歳ダンボールなめこが2021年最後の夜をうふっと楽しくする30分、なめこ&ダンボールなめこのボールなめこ日本花金、本年も最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。さあ始まりましたね、え大晦日ゆくうふくるうふスペシャルですけれども、いやー、第7回毎週やっちゃったね、12月ね、ほぼ毎週。普段は生放送の BNN ですが、今回はですね、事前に収録した動画をプレミア公開という形でお送りします。そしてなんと今回は港区高輪 B ワークス本社を飛び出しまして、東京都北区は十条にあるその名も十条湯さん、銭湯の十条湯さんにお邪魔して大晦日ゆくうふくるうふスペシャルと題してお届けしております。十条湯さん見てください、この見事なタイルが、なめこさん、あ、大丈夫、早速ずれちゃった、トラブルが気になりました、上に行けよう、はい、何を喋ろうとしたか忘れてしまいましたがやばい、この間にも刻一刻とね時計は過ぎていきますが、非常に素晴らしい、タイルが、モザイク画というのかなとか、銭湯の中もすごい綺麗で、なんと喫茶ルームっていうのかな、あれ喫茶スペース、そうですね、喫茶深海という喫茶スペースまで併設している、すごくレトロでおしゃれで、ね、快適そうな銭湯さんです、ね、ちょっといろいろご縁がございまして、こちらをお借りして本日の生放送じゃない、大晦日のスペシャルをお届けしていきます。いやーね、もう銭湯で収録って何なんだろうと思ったんですけど、何だろう、積もり積もった煩悩をさっぱり洗い流して放送してくれってことなんですかね、そういうスタッフの粋な計らいなんでしょうか。どうなんだろう、あ、なめこさんがタオル直してっていう心の声を刻んでいただいておりましたが、ね、直していただきました。はい、ね、わかんないです。ただなめこさんは洗い流したい、あるいは洗い流したくない今年の思い出なんかありますか、1年を振り返ってみて。おお、うん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 、おお、達筆なんかすごい達筆、10周年なるほど、やっぱりもう2020年といえばね、もう10周年ですよね、いろいろやりましたよ、それこそなめこ屋オープンして、で元祖なめこ栽培キットをリリースして、であとは池袋の大なめこ店、そして名古屋にも行き、でさらに心斎橋、そして福岡にも行きまして、で現在は渋谷でもポップアップショップ開催中ということで、いやもうたくさんの思い出ありますよね、ちょっと消しときましょう、じゃあ10周年ね、いやなんか皆さん の今年の思い出はいかがでしたか、ぜひチャット欄でちょっと書いていただければ、はい、まあ、例によってね読めないんですけど、後でプレミア公開されたら僕がちゃんとチャット欄に見ながらコメントを書かせていただきます。あ、しまった、生放送じゃないからコメントが読めないっていうねセリフを言おうと思ってたのにね、忘れちゃいましたねやばい、もうね10分始まって、あ、5分ぐらいか、よかった。ボールなめこ日本花金では皆様のコメント、チャット、ツイッターでのご参加大歓迎です。どんどん書き込み投稿お願いします。番組ハッシュタグは BNN です。チャットは YouTube へのログインが必要です。さてこの番組は花金の夜をなめことダンボールなめこがうふっと楽しくする30分の、今日は収録の番組です。なめこ栽培家同士の絆を深めるべく、フライデーナイトを盛り上げる今年最後の花金テーマは、じゃじゃん、かーん
回やってみたかったです。やると思った。カウントダウン花金をご覧の皆さん、こんばんは。ダンボールなめこです。なめこですみたいなね、ちょうどいい座り心地の椅子に座らせていただいておりますが、まあ、大晦日ならではのテーマということで、じゃあルール説明お願いします。はい、ボールなめこ日本放送再開後も視聴者の皆様に支えられ、おかげさまで花金も多くの方にお楽しみいただいています。いつもご視聴いただきありがとうございます。そんな皆様と心を一つにしてカウントダウンをしたら最高だと思いませんか。ああ、そういうことか。せっかくなので放送再開以降の今まで読めなかったメールを読みながらカウントダウンの瞬間を迎えてください。なるほど。プレミア公開なので時間がずれてしまうかもしれませんが、その点は旦那目さんが何とかしてください。今回は元祖なめこ栽培キットより BGM スプリングサンシャインに乗せてお送りします。頑張ってください。ちょっと待って、え、だって生放送じゃないんだから、ちょっとカウントダウン合わせるとかやばくないですか。無理じゃないですか。ファイト。すごいエールいただきました。応援してくれて光栄でございます。え、なるほど。あ、まあちょっとね、過去最高難易度の気がしないでもないですけれども、今ちょっと番組開始、カツカツを除いて番組開始から、6分45秒か、ちょっとあと14分ぐらいでカウントダウンですよね。なるほど。普段以上にちょっと時計を気にしつつメール読んでいきたいと思います。ノベルティはどうします。今日は今回スペシャルなんで、読まれた方にステッカーとノベルティをあげちゃいましょう。両方、はい、それはなんかすごいスペシャル感ありますね。では早速1つ目読んでみましょう。ペンネームつぐみのパパさん、いつもありがとうございます。なめこさん、ダンボールなめこさん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。先日残念なことがありました。子供たちと初めてプリキュアの映画を見に行きました。いいですね。そこまで意識はしていませんでしたが、入場者特典は行った日の前の上映時間で終了したみたいでちょっと残念でした。直前でなくなるとあまり気にしなかったことでもとても残念になることがあるなと感じました。子供が騒ぐことはなかったので良かったのですが、かわいそうだったのでプリキュアのグッズを買ってあげました。ちなみに時間が長かったからか、見てる途中で飽きてきた模様です。なかなか難しいですねと、なんていうのファンシーなお手紙をいただいておりますが、なるほど。これね、11月3日にいただいたメールなので、現在毎週日曜朝8時半からテレビ朝日系列で好評放送中のトロピカルージュプリキュアの劇場版、映画トロピカルージュプリキュア雪のプリンセスと奇跡の指輪の、ね、話題ですよね。皆さんもちろんご覧になったと思うんですけれども、はい、まあ、特典でね、特典が目の前でなくなっちゃったってなると、とはお子さんとても残念があったと思うんですけれども、まあ、小さなお友達はね、映画の本編よりも特典がメインコンテンツのところあるからね、確かにちょっとかわいそうでしたね。まあちょっとね、途中で飽きちゃったのは、映画って普段の30分のアニメより長いんで、まあ、ちょっとね、半年後にどうせまた春やりますので、プリキュアの映画。その時にまた、お子さんと一緒に見ていただいて、その半年間の成長の軌跡をですね、親御さんとしては見ていただくのが、正しいプリキュア映画の楽しみ方なのではと思ったり、思わなかったり、ね、はい、します。私はあの映画の感想はエンディングでね、声優さんのある方が完全にキャラの声じゃなく歌ってるところがあって、そこがちょっと面白かったです。はい。さあどんどん行きましょう。続いてのメール、ペンネームビスイさん、ダンボールなめこさん、なめこさん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。初メールです。11月13日心斎橋パルコなめこ店で、このままなめこ店というかポップアップショップですね、初めて旦那めさんにお会いでき舞い上がってました。声をかけるのも一大決心な母。12時半ごろ到着した娘も旦那目さんとのツーショットにテンション上がってました。お気に入りのブチナメコも微笑んでいるようでした。ナメコ好きな娘かっこ高一、京都から心斎橋に初めて一人で行った娘にご褒美に一言いただけたら嬉しいです、というメールです。あ、
心斎橋のポップアップショップにお越しくださった方から初めてのメールをいただきました。ありがたいですね。他にも心斎橋行ったよという、ね、メールいただいておりました、ね、皆さん本当にありがとうございます。娘さんが京都から心斎橋に初一人旅、いやすごい、ね、よく頑張りました、ね、親御さんもねすごい心配されたとは思うんですけれども、楽しい思い出ができたようでね、本当に何よりです。心斎橋ではですね、まあ、ちょっと今までの放送でもお話しましたが、初めましての方はもちろんですけど、5年前にやったなめこ5周年の時のイベントのキューズモールでねイベントやったんですが、その時の、方とかもね大勢いらっしゃってくれて本当に嬉しかったです。ちょっとなめこさんのペンを直しますね。はい、どう、はい、クラファンの企画で予定していた大阪でのリアルイベントが昨年ですかね、昨年、一昨年になるのかも、2020年、ね、コロナで飛んじゃいましたので、いやもう本当にね、今回、心斎橋でポップアップショップが開けたというのは、本当に良かったなと、もう心の底から思っております。全然、今回だけじゃなくてですね、今後、また大阪でもリアルイベント開けたらと思っておりますので、ぜひその時にはまた遊びに来ていただければと思っております。ドキドキ旅ありがとう。これ京都から心斎橋、ね、娘さんが一人で来たということで、なめこさんからもエールが送られております。ちょっと、ね、この収録はちょっとまだ12月の前半なので、実はまだ福岡に行ってないんですけど、今日行くんですけど今日この収録の後僕は福岡に行くんですけど、福岡でもね、多分きっと楽しい思い出ができていると思いますので、まあ、そちらにお越しくださった方も改めて、ね、この番組を通してお礼を申し上げます。はい、今17分、カツカツタイムを除くと12分なんで、あと8分でカウントダウンですね。お、合ってんのか計算は。不安だもう一丁ポップアップショップ関連のメールを読みします。ペンネームなめこスキーさん、なめこさん、旦那めさん、スタッフの皆さん、こんにちは、かっここんばんは。初めてお便りします。お、また初めて。家族でなめこ栽培をしておりますなめこスキーと申します。なめこ栽培キット10周年おめでとうございます。大なめこ店ではたくさんのなめらーさんを目の当たりにし興奮を覚えるとともに、なめらーさんの優しさに感動しました。そしてなんと1101種のなめこアクリルキーホルダーのガチャの沼にはまってしまい、現在アクキーコンポを目指しております。過去笑い。今集まってるのは1074種。すごい、すごすぎる今スタッフからもどよめきが。アクキーのおかげでツイッターも始めました。そしてなめらーさんとの交流もでき、デブショーの私が名古屋に3回、心斎橋にも2回参りました。関西が身近になり、東京でもエスカレーターに乗るとつい右に立ってしまいます。11月30日現在コンプまであと27周。おー、なんか多いのか少ないのか分かんないですね。これもひとえに応援してくださるなめらーさんのおかげです。ありがとうございます。今年も残すところ1ヶ月ですが、なめこ10周年イベントのおかげで本当に本当に幸せな1年になりました。博多、渋谷とポップアップショップが回ってくるのを楽しみにしております。はい、そんなね、もうなんて言ったらいいか分かんないですけど、なめこさんが一言で表してくれました。すごい神神イズゴッドですよ。もうね、そうです、我々からしたらね、もうそういうしかないですよね。なめこスキーさんもね、いつも神々しいお姿を、本当に神々しいお姿を拝見しております。このメールを読む頃にはきっと1101種コンプリートを達成していることでしょう心斎橋の初日にですね、それこそ平日の朝一にいらっしゃってくださってですね、もう買い物かごいっぱいにカプセルをこうなんていうんだろう、詰め込んでるその姿を、もうその光景を私はもう一生忘れないと思います。でもね、なめこスキーさんだけじゃないんですよ。
マジで。もうね、心斎橋でそれこそね、400種類ぐらい集めましたっていう方とか、あ、ごめんね、ギャップ。そう、もうなめこすぎさん確かに1074社すごい。けど、数百単位で集めてる人も全然いるんですよ。もうね、もうなめこすきさんはじめそういうもう本当にね、そういうガチャを回していただいた皆様のおかげで、名古屋も大阪も福岡もそして東京にもね、全国を巡ることができたと言ってもね、過言じゃないと思います。正直みんな神、エブリワン、あー、ゴッド、ゴッズ、ゴッドはでも一人称だよね、英語だったらね、多分ね、日本だったらゴッツになるかもしれないけど、はい、もうそうです、皆様のおかげです本当に。お、あと4分、ちょうどいい感じですね。あと1本いけそうですね。ペンネームアンジーさん、なめこさん、旦那めさん、スタッフの皆様こんにちは、アンジーと申します。いつも番組楽しく拝見しております。先日大変ショッキングな事実を知りまして、ほう、なめこさんといえばぬめぬめでふにふにでひんやりこの触り心地、そしてヌメヌメの正体といえばムチンと思っていたのですが、実はナメコのヌメヌメはムチンではないそうです。え、本来ムチンという物質は動物にしかないものなので、ナメコのヌメヌメ成分は菌類粘液体というのが正しいとか正しくないとか、可愛くない、ムチンの響きが可愛くてよかったのにと大変衝撃を受けておりますと。なめこさんご存知でした？固まってるちょっと今年一番の衝撃じゃないですか、もしかしたらやばいやばい、ね、1年の最後にとんでもない衝撃情報が来てしまいましたが、え、なんだ、はいはい強そう、菌類粘液体そのまんまですけどね、菌類が出す粘液だから、まあ、そりゃそうかって感じですけど、でもね、アンジーさん安心してください、なめこさんはね、おさわり探偵おさわりなの、おさわり図鑑では分類獣で登録されてるんで、まあセーフ、無知と言っても大丈夫、セーフというところでね、お、ちょうどあと2分少々、どうしましょうか。メールはこれで全部なのかな。あと2分、ちょっとカウントダウンまでちょっとあと、なんか、なんかさないですか、衝撃情報考えてる今ね、めちゃめちゃ無茶振りしてます。本当ですよあ、でも答えてくれそう、あ、しりとりしようって、あ、違う、なんだろう、え、なに、そう答えたいってこと？あとで聞いときまーすえ、ちょっとごめん、しりとりって書いてあるでしょ、あと10、まだあと大丈夫、あと1分あるから、え、な、え、もういい、あの、あ、やっぱそうか、しりとりやろうぜってことでしょでもね、あと1分なんだじゃあ、なめこからどうぞ。牛乳、うなぎパイ、いい、椅子、あと20秒あ、危ねえ、あ、15秒、あと15秒、大丈夫大丈夫、すっぽん、すっぽん、あー、ムーがついちゃった、あと9秒、あと9秒、あ、じゃあ5からいこう、5、4、3、2、1、ハッピーニューイヤー。
かしりとりをして年を越すとは思いませんでした。いやー、来ましたね。2022年本年もどうぞよろしくお願いいたします。ナミコさんからちょっと一言いただきましょう。やっぱりそうですね、明けおめ、明けおめと来ました。おめでとうございます。略して明けおめ。はい、では新年早々一発目でちょっと大変恐縮なんですけど、無茶ぶりもう一本いいですか。いい、早速なんですけれども2022年の抱負を教えてください。2022年の抱負、ちょっとペン直そうか。いいよ、考えつけ。2022年の抱負、頭の回転が早いですよね。謙遜してますね。ペンの具合があんまり黒くなくてあれですが、俺には読めるよ。はい、一回着手も危ないから。なめこさん2022年の抱負はこちら、じゃじゃん、10周年折り返し。キャップした瞬間にカツカツをする。10周年折り返し。あ、なるほど、確かに。あのなめこ栽培キットシリーズの、ね、10周年イヤーということでいろいろ企画やらせていただいておりましたが、そもそも6月30日が10周年だったんですよね。なので実はちょうどこの年末が折り返し来て、年末じゃないや、もう年明けで2022年ですけど、ちょうど折り返し地点ということなので、実はですね、詳細はまだお伝えできないんですけれども、もちろん用意しておりますよ。10周年企画はまだまだ、はい、去年に負けず劣らずの企画をご用意しておりますので、皆さんぜひご期待いただければと思います。2022年上半期もなめこ10周年イヤーまだまだ続きます、ね、乞うご期待ということで、そんな感じでよろしいですか。まあ、OK。あ、キャップ取る、はい。まあいいや、とりあえず取っとこうか。どうぞ。さすがにこれ読めねえな。あ、はいはい、あ、OK、OK、OK だそうです。はい、OK だそうです。ありがとうございます。ランナメの抱負も言った方がいい。ちょっと私はですね、ちょっと抱負と言いますか、2021年のうちにやり残したことがありまして、なんだと思う、なんと思うって分かるわけないか、分かるわけないんですけど、2021年に貼った伏線をちょっと回収しようと思います。花金第2回放送で視聴者の呼び方を決めたいみたいな話したの覚えてます？ありましたね。ありましたよね。あれをね、実はずっとどうしようかなって考えていまして、チャットでは栽培家でいいんじゃないとか、ナメラーでいいんじゃないみたいな、ちょうどさっきお読みしたメールにもちょうどね、栽培家とかナメラーっていう呼び方出てましたが、まあ、そういうコメントも結構多くいただいてたんで、まあね、それがみんな親しみあるし一番いいかなとも思ったりしたんですが、まあ、やっぱ自分なりにね、いろいろ考えて、やっぱりボールなめこ日本だけの呼び名というか、番組ね、我々作ってる番組サイドと、あと番組を見ている皆さんとの一体感を持てるような名前があった方がいいよなと思いましてですね、ね、今までこれ前振りです。ということで、ボールなめこ日本花金の視聴者の呼び名をこう呼ばせていただきます。花金リスナー、今出てます画面に、花金リスナー、スタンディングオベーション。あれ、なんかドストレートですね。
あれ？あれ？ハラティンレッサー？あれ？ダメ？いや、ストレートすぎる。いや、ちょっと動画なのにリスナーってちょっと思いました。動画なのに、そう、まあ動画なのにリスナーってね、まあそういうご意見もあるとは思うんですけれども、結局ね、シンプルが一番なんですよ、そもそもで。そしてね、視聴者と一体感のある番組作りって、もう自分にとっての原体験はね、ラジオなんですね。で、ボールなめこ日本っていう名前ももちろんなんですけれども、以前生放送をやる前は YouTube でね、ダンボールなめこのウフフレディオっていう、まあ、ラジオ番組もどきみたいなのもやってましたし、でそうするとやっぱリスナーっていう呼び方が一番こう目指す番組作り的にもね、しっくりくるなぁと思ったわけです。なので、なんで動画なのにリスナーやねん、しっくりけえへんわっていう方もですね、何とぞご理解いただいて、だんだんしっくりくるようにしてくださいいきなりね、意見が一体感ない感じになってますけど、はい。ちなみに第2回放送後、何つうか視聴者の呼び方のご意見をいただいておりまして、なめこさんはちょっと待ってください。はいはいはい、花金リスナーよろしく、よろしく。皆さん改めて花金リスナーと呼ばせていただきます。視聴者とかね、皆さんとか言っておりましたが、花金リスナーです、これからは。そう、皆さん花金リスナーからも何つうかいただいておりまして、ちょっとね、そのいただいてたアイデアをお読みしたいと思うんですけど、フラワーファンガス、略してフラファンとか、補菌者補菌者ちょっとね、ご時世的に大丈夫なのか心配になりましたが、あとね、ウフリス、かっこウフフリスナーの略とか、金リス、これはね、花金リスナーの略ですね。惜しい。そしてなんと花金リスナーもいただいておりました。まさか、そう、見事花金リスナーを応募してくださったなめこちゃん、おめでとうございます。まあ僕が勝手に決めた名前ではあるんですが、見事花金リスナーをね、正解と言っていいのか分かんないけど、送ってくださったなめこちゃんには旦那めのなんかいい感じの私物を送りつけます。そして花金リスナー、略して金リスを送ってくれたペイさんも、時点でなんかいい感じの私物を送りつけますので、お二方覚悟しておいてください、ね、多分見てると思います今日も。ということで、花金リスナーの皆様、改めて本年もボールなめこ日本をどうぞよろしくお願いします。なめこ&ダンボールなめこのボールなめこ日本、なめことダンボールなめこでお送りしてきましたボールなめこ日本花金大晦日ゆくんふくぬんふスペシャルも、そろそろお別れのお時間となりました。なんとあと番組1分20秒ということで、いつもよりもきっちり時間が過ぎているというね、収録なのに生放送より時間通りっていうね、もう素晴らしい進行でございます。ここで大切なお知らせです。なめこ10周年を記念した物販イベント、なめこテンスポップアップショップが渋谷パルコさんで好評開催中です。書き下ろしのビジュアルを使用したイベント商品や、2020年12月までのなめこ全1101種のアクリルキーホルダーカッコカプセルトイ商品も販売いたします。また会場内ではなめこ全1101種の額装展示も特別に実施、なめこがずらりと並ぶ様子に圧巻されること間違いなしです。ぜひ会場へお立ち寄りください。開催期間は2022年1月10日の月曜祝日までとなっております。お知らせは以上。さて、番組では花金リスナーからのメールを大募集中です。身近な出来事やなめこ、ダンボールなめこへの質問などお気軽にお送りください。メールの宛先は info@vivaxgames.com です。番組の概要欄には宛先記載していますので、ふるってご応募ください。メールが採用された方には、今日はね、ステッカーとノベルティでしたが、いつもは番組特製ステッカーをプレゼントしております。そして最後のお願い、番組の高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。なんだかんだ楽しい時間はあっという間に過ぎてしまって、本当にお別れの時間でございます。なめこ&ダンボールなめこのボールなめこ日本花金、次回放送は1月14日金曜夜8時からとなります。
それでは、いつものご挨拶、お相手はいつもお夫婦、みんなのヒーロー、なめこさんと、なめこでした。今年も一年、よろしくお願いします。バイバーイ。カツ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 。で、ま